それでは、今日はハンバーグですね。美味しいハンバーグの作り方です。材料説明します。まず、これが合いびき肉。牛と豚の合いびき肉が 850g ありますね。それと調味料ですね。赤ワイン。そして、パン粉。これ生パン粉の方がいいですね。あと、そして卵が1個。玉ねぎ。これがだいたい 160g ぐらいですね。で、牛乳、トマトケチャップ、ナツメグ、塩。塩はだいたいお肉の 1.5 倍、あ、1.5 倍じゃないです。1.5% ですね。そしてブラックペッパーになります。それではですね、ソテーオニオン作ります。まずですね、玉ねぎのみじん切りですね。これを、熱したフライパンで、ソテーします。ソテーオニオンですね、フライパンでソテーは基本的に強火でやります。よくソテーオニオンで色つけてはいけませんって言いますけども、それは嘘ですね。それはツエという調理法になります。ソテーはソテーですね。踊ると、鍋の上で踊らせるという意味です。それからきっちり強火で、飴色になるまで炒めてください。それが、ソテーです。ソテーオニオンですね。で、最初のうちは色がつきにくいので、そんなに混ぜなくてもいいですね。ただ、最後の方、火が通ってきて、水分が飛んできたら、玉ねぎの甘みやなんかも凝縮されますので、焦げやすくなります。そういう時は、素早く、混ぜるようにしてください。綺麗に飴色になってきましたね。大体ですね、この半分ぐらいの分量になるまでですね、入れた時の量の半分ぐらいの分量までになるまで、ソテーした方が甘みがしっかり出ますね。いい色になってきましたね。ソテーオニオンとスエ、オニオンのスエという技法ですね。スエとソテーの使い分けは、基本的にソースもしくはその料理に使う時の色ですね。欲しい色、あと香ばしさが欲しいか欲しくないか、香りが欲しいか欲しくないかですね。純粋に、玉ねぎの甘みが欲しい時、そして白いソースの時はスエという技法を使います。例えば、じゃがいものクリームスープですね。そういう時はスエという技法を使いますね。あとベシャメルソースを使ったものとかですね。ではソテーはどういう時に使うのか。例えばジャガイモのソテーと一緒に玉ねぎのソテーを絡める時はちょっと色がついたやつがいいですね。そうですね。それではまずですね、パン粉と液体と、調味料を合わせておいた方が、混ざりやすいんで、そのようにして作っていきますね。パン粉がですね、だいたい 90cc ですね。850g に対して 90cc です。山盛りですね。だいたいこれが 90cc。そして、トマトケチャップ。牛乳がだいたい 90cc ですね。トマトケチャップ大さじ1杯ですね。そして、ナツメグ。そして、ブラックペッパーですね。粗い方がいい。ナツメグと大体1日ぐらいで入れたら、スパイシーさが出たら美味しいですね。で、塩が 10g ですね。赤ワイン、これも大体 90cc ですね。そして、ソテーしたオニオン、先ほどソテーしたオニオンですね。それをガバちょっと入れまして、卵1個ですね。でこの時点できっちり混ぜ合わせます。これがしっかり混ざらないと、塩味にムラができたりしますので、この時点できっちり混ぜてください。そうしましたらこれに、肉を入れますね。あとは練ります。牛乳はですね、硬さを調整するのに使いますね。
で、鍋のヘリと、ボールのヘリと、この手のひらの、この甲の部分、この根元の部分ですね。で、きっちり、すりつぶすようにして合わせます。そうしないと、食感が悪くなっちゃいますね。あと、割れてきたりします。ポーション取ったやつですね。練りながら空気抜いていきますので、そうしないと中から割れちゃいます。で、この時点で、俵型作っちゃいます。で、潰して、で、熱したフライパンで焼きますね。ちょっと真ん中引き込ませた方がいいです。